東横インちょっと一回チェックインしに行きます。ちょっと声大きめに喋らんと。しかも荷物小さいし、どこも。ケツが痛い痛いもん、はい、小さかった席が席狭いな。でもない、出てもらった、はいはい、さあ、まさか昨日の今日でそうやね。昨日見やずに寄っていきなり今日またもうやばすぎて覚えるなと。でブリッジに行って坊主くらって夕方ヒロ君電話して坊主くらった。あ、一緒に来ます、お、行くわ言うて。そんなあるわ言うて。とりあえず今からホテルの方向かいたいと思います。今から錦でご飯食べて、初デビュー。何で飲んだ？生で。お昼はどうですか？僕は置いてない。僕は置いてない。あ、そう。青森とも強いんやろ、どこや。青森とも強い。デッドホースター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 。でかすぎじゃない？エコシのあの入りするんちゃう？あの入りするとやばい。今35ぐらいつけましたよ。次に35ぐらいのスピードをつけました。マジで？でそこ取られへんみたいな。あ、そうなの。マイズの方でジギングしとって青もんだ。で僕が出まして、ボリスやとかボリ行って。坊主くらって、ほんで、ヒロ君で何やって、一緒に来れますけど、電話って、来れますけど、どうします？いやー、うん、行くわ、言うて。ヒロだから無理やり呼んだ。今日もでもめっちゃ強かったっすよ。1匹だけ上がらなかった。あ、でも一匹出たよな。一匹出てでかいの、どっかー出て、ヒットして、ヒットして、ちゃんとヒットして、巻いてきよったんですけど、途中で、フックアウトしました。ヘタちゃん。フックアウトで、あとバルクーダがめっちゃでかかった。そんなん言いました。
はい。それでは出発します。さあ、小山さん、今日の意気込みは？今日は最低1匹が釣りたいですね。1匹でいいですか？とりあえず。とりあえず。投げれるんですか、その前に？いや、投げれるわ。マグロで投げるとか投げれるわ。70メーターぐらい飛ばしてくださいよ。そうじゃないと俺がさっき釣ってまうから。60メーター。さあ、今日はでもちょっと、なぎっておきにはいかへんから、濡れる覚悟しといてください。かぶらなかった。巻き込むね、波を。さあ、それでは、準備できたんで、出航します。今からちょっと、数時間かけて、ポイントまで行きたいと思います。コウ君の初 GT 釣り。イエーイ。釣れるのか。あ、でも俺が釣ってまいやろな。じゃあ、行ってきます。行ってきます。ああ。で、縦なんだ。さあ、来た。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 